2006年、新人で高卒で若林君に対し、約3年間一緒にプレーしたと思うんですけど、J2 から J1 へ昇格、そのような経験をね一緒にできたので本当に、嬉しく思います。コースケもね若林から移籍して、日本代表の選ばれる選手になったということは本当に、かけながら嬉しく思ってました。まあ、これでね勉強に引退するということですけど、マシュマロの明るさと、バイタリティで、これからも日本のサッカー界を盛り上げていってください。よろしくお願いします。そして本当にお疲れ様でした。次の人生もコースケらしく持ち前の明るさ、バイタリティを生かして様々な分野、世界での活躍を期待しています。今までサイドバックで培った経験、視野の広さを生かし、右、左、または遠く、サポートに来てくださる方々とうまく関わりながら生きていくことが重要だと思います。頑張れコースケ。お疲れ様でした。大敵コースケと呼びますが、コースケは本当に、新人な頃から見てますが、ここまでよく頑張ったと思います。これからもサッカー界のためにコースケらしさを出してみてください。お疲れ様でした。コースから連絡があった時は本当にまあ早すぎるという気持ちでいましたけども、まあ、でもあのコースケが決めた決断です。もう本当にね、コースケはいろんな、実績というものを日本サッカー界に残してきたと思います。これからもね、ぜひその経験、実績を次の世代の子どもたちにしっかり伝えながらですね、日本サッカー界に貢献していただきたいと思っております。また横浜や神戸でもぜひ食事に行きましょう。お疲れ様でした。コースケ君、長い長い現役生活本当にお疲れ様でした。コースケと小学生の頃先発マンと一緒でずっとライバル、それでもお互いプライドで一緒に日本代表になれたこと本当に嬉しかったです。コースケもその時に明るい性格でこれからも次のステップで頑張っていってください。年末また皆で集まって一緒に酒を飲みましょう。コースケ、18年間現役生活本当にお疲れ様でした。本当にコースケとは、コーチともに、ここに高め合ったそんな存在ではあると思います。いい時ばかりではなくて本当に悔しいことだったり、まあ、コースケの涙もあるようでたくさん泣くシーンも一緒に見てきました。まあ、そういった中でコースケらしく本当にピッチの上で躍動しながら、そして次回でも、力を発揮しながら躍動できたんじゃないかなというふうに思います。まあ、コースケであればこれからどんな場所に行っても活躍できる、まあ、そういうパーソナリティですので、ぜひまた、一緒に仕事ができればというふうに思います。これからもコースケらしく生き生きと頑張ってください。お疲れ様でした。
憧れであり、ライバルであり、優しいお兄ちゃんのような存在でした。キャンプでは同部屋だったり、試合前の船舶ではカフェに行ったり、よくご飯をおごってもらったり、特に、一緒に試合に出たアジア戦のことはよく覚えています。コス君、残りの試合もその左足で観客を魅了していってください。じゃあね。コス君とはいつもいろいろな話をさせてもらったり、僕がチームが決まらないときも一緒に動いてくれたり、いろんなところで支えてもらいました。そんなコス君が今年引退するということで少し寂しい気持ちもありますが、これからのコス君の活躍も期待してますし、一ブラザーとして支えていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。本当にお疲れ様でした。一番おいしいクロスでした。なんせ、点が取れるクロスだったので、まあ、あのクロスをね、これから、いろんな、未来ある、子供たちに、そしてサッカー選手に教えていってほしいなと思います。この度のね、長い間本当にお疲れ様でした。引退おめでとうございます。開催沖縄アイスバーの小谷です。コウスケ君、お度の皆様、18年間の素晴らしいキャリア、本当にお疲れ様でした。今日もスピーチ前に泣いてますか？僕はあなたから多く学び、ずっと背中を追ってきました。エンターテイナーでありながら家族や仲間を大事にしてする姿は全国の少年サッカー少女の素晴らしいお手本になるような存在だと思います。これからの人生も笑顔で歩んでいきましょう。バーモンスコースケにお疲れ様でした。サッカー人生で、コースケ君なくして、本当に成功なかったと思ってます。コースケ君に出会えたことを、人としてもサッカー選手としても一流のものを、近くで教えてもらえて、本当に良かったなというふうに思ってます。次の、サッカー終わった後の人生でも、コースケ君に輝くことを願ってます。これからも、よろしくお願いします。お疲れ様でした。僕らは FC 東京で一緒にプレーを受けて、フリーキックだったり、違いなことだったり、いろいろなことを学ばれてきました。改めて体もクリアさせてください。お疲れ様でした。一緒に食べましょうなんてね言えるような、もうこれからの楽しい人生を一緒に送っていきましょう。世界のキャリアも活躍するの決定的。お疲れ様でした。 FC 松田キャリアのスポンサーの皆様、スタッフの皆様、そしてチームメイトの皆様、いつもオタコスケを応援してくださり本当にありがとうございました。コースケが日々言ってますが、多くの方々に支えられて今日という日を迎えました。最高のサッカー人生であったと思われることが、どれだけサッカー選手にとって幸せなことか。これからもその気持ちを大事に、さらにさらに皆様に恩返ししていっていこう。自信と過信は紙一重。18年間の現役生活、お疲れ様でした。サッカー生活の一つの区切りになりましたね。私にも幸せな生活をありがとう。これからも次のステップも頑張ってください。ありがとう。パパ現役生活本当にお疲れ様でした。お疲れ様でした。こんなに疲れていつもたくさん子供たちと遊んでくれてありがとう。そして、そうたくさん素敵な経験をありがとう。
ました。鈴鹿の一番近くでみんなで応援しています。本当にお疲れ様でした。ありがとう。